白い復活大聖堂を赤い復活大聖堂1912年建設の病院、ビチュガロシア連邦、イバノボ州の都市。人口は2002年国勢調査で4万870人、2006年の推計で3 9236人。ビチュガ州の中心からやや北東に位置し、州都、イバノボからは北東へ 65km にあたる。 ボルガ川の支流、ペシュチャ川の上流に沿う。ビチュガ市は、イバノボ州の直轄下にあり、同時にビチュガ地区の行政中心地でもある。1871年に開通したイバノボキネ島、間の鉄道が通る。また、ロシア連邦道路 M7 条の町、コブルフから、州屋を経てキネ島へ向かう、R71 号線がビチュガを通る。ビチュガの名は、 1504年に書かれたイヴァン三世の遺書に書出する。19世紀、ビチュガの村とその周辺には繊維工場が建ち、工員の住宅が集まり始めた。1925年にビチュガは周辺の村を合併ししの地位を得た。ビチュガという名は近くを流れる。小川の名に由来するが、これはフィンウゴルゴ派に由来する地名と考えられる。 ビチュガには1904年に建てられた白い復活大聖堂、1908年から1911年にかけて建てられた赤い復活大聖堂、その他、病院や古い工場など20世紀初頭の建築が多く残る。近くのスターラやビチュガの集落には18世紀末の貴族の邸宅群が残る。ビチュガは数多くの工場がある、繊維工業都市である。 また機械、製材などの工場も立地する。ありがとうございます。